もう着いたみたいだぞ。オイラたちも早く行こうぜ。待った。ノア、セノ、お前もついてたのか。忘れたのか。お前らは俺の助手だ。助手は俺の後ろについているべきだ。さあ行こう。ダイマハマトラ様、助手様。お二方、早いな。ええ、今回の行動を重視している証です。教令院に関する重大な事件ですから、必ず全力を尽くします。覚悟があるのはいいことだ。だが戦闘中も生け捕りにすることだけは忘れるな。転売ルートの鍵はそいつらの中にある。死んだら手がかりもついえる。承知しました。皆様、エルマイト旅団一行が西側から等速接近中です。いつでも戦えるよう構えろ。待った。おや、そんなにフィーバーしちゃって旦那様たちは何をするつもりだい。刀だの槍だの、いい商売には見えないな。ラフマン、お前とその一味の密輸転売ルートはすでに教令員の耳に入った。血が惜しいなら抵抗はやめておけ。お前は教令員のマハマトラか。わざわざこんなところまで捕まえにいらっしゃるとは。世間話をしに来たわけじゃない。傭兵になってからこれほど温かく接してくれる奴はいなかったな。お礼に、野郎ども、奴らの血で我らの刀を染め上げろ。エルマイト旅団がどれほど手強いか思い知らせてやれ。手をつなぎましょう。ふっ、高速スピード、属性を見下ろさん、これで、だ。ヘイと、これでザコだ。ヘイ、反省しなさい、酔っ払った。私は甘く見ない。お前にやろう、受け取れ。風よ、これでヘイだ。とこれで、手をつなぎましょう。知識はあなたには。わしに手を。天へと前。これで、ハヤテ。ハヤテ。これで終わりだな。完全鎮圧です。行動終了。包囲網内にいるエルマイト旅団の傭兵及び関係者は全員捕らえました。クソ、送信の犬が。全員くたばれ。くたばるのはお前らの方だ。キングデシェルト様はお前らを呪い、絶対に。黙れ。全員を縛り上げてキャラバン宿駅に連れ戻せ。数えて問題がなければ大マハマトラ様の命令通り教令院まで送れ。はっ。それではセノ様、俺もこれで。もしまたご指示があるようでしたら、キャラバン宿駅までルシェムバーボをお尋ねください。ああ、わかった。行っちゃったな。場所を変えよう。
一連の作戦は成功したみたいだな。ああ、完璧にこなせた。やったぜ。ま、ラフマンへのパンチは痛そうだったけどね。俺はこの後、キャラバン宿駅に行って監視をする。約束しよう、必ずみんなを無事にスメールシティに送り込む。そうだぞ、お前がいてくれたから今回はうまくいったんだ。まだ祝う時じゃない。今頃ディシエがお前たちを待ってるだろう。あいつのところに行ってやれ。ティナリを紹介してくれるのを待ってるはずだ。そういえば計画の全貌をティナリに伝えなくて本当に良かったのか。オイラたちを信じてくれなかったりして。俺とティナリは仲がいい。俺からの伝言があれば説得できるだろう。あいつは俺がそういう冗談をしないと知っているからな。助っ人を探すならティナリは最適だ。さあ次の作戦に移ろう。あまり待たせない方がいい。研究する人はみんなこんなに臆病なんですか？ディシア、お待たせ。やっと来たか。私たちのこの部分が一番重要だとか言ってなかったか？それにしちゃのんきなお出ましだよな。待ってる間にあたりを5周ほどして酒を7本飲んで新しい服まで何着か変えたぞ。あ、ごめん、そんなに待たせちゃってたとは。ただ両親を痛めつけて態度を正させたいだけさ。何しろ次が一番重要なのにこんなに遅れてくるんだからな。その真剣な顔、あんたを困らせるのが惜しいくらいだ。待ちぼうけで腕がこわばっちまった。さ、動け動け、早くやることやって終わらせよう。でもどこから始めるんだ？覚えてるか、私たちの仕事はファドゥイ執行官博士の状態を確認すること。リスクを排除しクラクサナリデビの救出を邪魔させない状態を確保することだ。スメール全体を支配する教練員を相手にするだけで大変だったってのに、博士まで手を出してきたら計画を完遂なんざ到底できない。本当にとんでもない難題を出してくるよな。博士って名前だけでも手ごわそうな感じがするぞ。ああ、聞いただけで教練員の偉そうで傲慢な年寄り学者を思い浮かべちまうね。そんな奴と付き合うのはごめんだぜ。計画通り、まずはパルディスディアイに行ってレンジャー長のティナリを探す。アルハイゼンとセノの情報によればティナリはまだ教練員に信頼されているそうだ。だからあんたはティナリを探して博士に関する最新の情報を突き止めようって説得するんだ。その後は手に入れた情報に従ってプランを調整しよう。今や壁内の至るところに賢者の目はあるからな。私はボディーガードとしてあんたと行動する。光栄に思えよ。私は簡単に雇えるようなボディーガードじゃないからな。傭兵は金しか見ないんじゃなかったか？それはそうだが、私は仕事も選ぶんだ。あんたたちなら割引してやろう。いくらするんだ？払える額なのか？報酬はそうだな、笑ってくれればそれでいい。このところあんた
ずっと嬉しそうな顔をしてないからな。あんたみたいな人が笑ったらきっと可愛いはずだ。笑えよ。その方が私も安心できる。お、いいぞ。この笑顔が私たちのお守りになりますように。笑顔にもいろいろあるが、人を祝福できるのは喜びや幸せから来るものだけだ。今の笑顔は未来の勝利の前借りさ。さあ、パルディスディアイに出発だ。このままじゃ進捗に支障が出てしまう。手をつなぎましょう。彼はまた思考の袋小路に迷い込んだみたいだね。旅人にパイモン。それと、こんにちは。こいつはオイラたちの友達で、リシア、傭兵だ。傭兵を連れて僕のところに来るなんて。何か重要なことがあるんだね。そうそう、すっごく大事なことなんだ。頼む、助けてくれ。わかった、ついてきて。ここなら誰も来ないはずだ。さて、一体どんな重要なことなの？博士。マスクをしてて見るからに怪しいファデュイの執行官だ。確か青い髪だったな。その人なら知ってるよ。偶然だけど、パルディスディアイを離れたばかりだ。そんな偶然が？うん、僕に用事があったらしい。具体的な内容を聞いてもいいか？唐突に思うかもしれないが、あんたの答えはとても重要なんだ。今こちらが言えるのは、あんたの友達セノと一緒に行動してるってことだけだ。セノが？なるほど、だから教練員にいなかったのか。わかった、僕は君たちの質問に答えるし、手助けもする。そして君たちは何が起こったのか話す必要はない。セノの名前ってこんなに聞くのか。私たちが嘘をついてる可能性を恐れないのか？そんな冗談は結構。君も旅人も、それにセノも、こういう冗談をするような人じゃないだろ。もし言いにくいことがあるのなら話さなくてもいいよ。さて、本題に入ろう。君たちの言う執行官博士が僕のところに来たのは、ハイパシアという学者を連れていくためだ。ハイパシアだって？なんであいつが狙われるんだ？それに、連れていくってのはどういう意味だ？スメールを離れるのか？うん、
彼はもうすぐスメールを離れてスネージナヤに戻るって言ってた。ふーん、つまりすぐにここを立つってこと？ああ、そうでなければもう少し話せたかもしれん。すぐに帰らねばならないんだが、出発前に一つ重要なことを思い出してな。回り道でパルディスディアイに寄ったんだ。そのハイパシアという学者の面倒はお前が？パデューイはよほどよく偵察をしてるみたいだね。確かにハイパシアは僕の元で治療を受けているよ。失礼だが、彼女への治療の進捗はいかがか？何か言いたいことがあるんだろ？それなら単刀直入に言おう。ハイパシアをスネージナヤに連れて行くつもりだ。患者の移動は簡単なことじゃない。君は学者なんだから、まさかそんなことも知らないってことはないよね？ほう、私を疑うばかりか。私の能力まで疑うとは。それは本当に正しい判断かね？まあ、こんなお願いをしてきたのは君が初めてだからね。もちろん我々は彼女の旅の安全を確保する手段がある。それにハイパシアは一流かつ効果的な治療を受けられると保証しよう。私が直々に治療に参加し回復の手助けをする。これでどうかな？ハイパシアはスメール出身で教令院の学者だ。今のところリスクを負って他国に送らなければならないような状況じゃないよ。彼女をスネージナヤに送ること、そのリスクとメリットは未知数だ。彼女の治療を担当する者として同意できるはずがない。無謀で無礼で愚かな提案はやめといた方がいいんじゃないかな。僕は博士をよく知らない。でも彼と話しただけで僕が嫌いな学者特有の傲慢さをひしひしと感じたよ。威張り腐ってるっていうより自分の能力を極度に信頼してるんだ。ほとんど狂気と言えるほどにね。患者をそういう人に渡すことはありえないよ。それが僕は言い争いの準備をしていたんだけど、彼はあっさりと引き下がったんだ。でもすごく気になる反応だったな。ふん、なるほど、お前の意見にも一理ある。まだ若いのに頭が固いな。少々意外だ。普段ならこのままお前を見過ごさないんだが、あいにく今日は急いでいる。尊き女皇陛下のお呼びでな。幸い出発までにはまだ少し時間が残っている。全てを片付ける余裕ができた。教令院の言う通り、お前は責任感のある聡明な学者だ。だが残念ながら賢明ではない。だからお前のようなものはいつまでたっても気づけない。人は遅かれ早かれ自分の頭の中にあるものの責任を取らなければならない。誰も逃れられないということにな。なんだか不快なことを暗示してるみたいだけど。自分から質問しておきながら僕の答えなんか気にしちゃいない。多分彼にとって僕はただの喋れる石ころみたいなものなんだろうね。言葉に悪意はないけど、骨の髄まで無関心で心の中では常に人を見下しているんだ。ああ、信じがたい話だ。でも、もしそれが本当なら、
状況は一気に有利になった。見逃したところはないと思うよ。むしろ君たちにあまり危険なことはさせたくないからね。持っている情報が多ければ多いほどより安全に物事をこなせるはずだ。私たちが隠し事をしてるにもかかわらず情報を与えてくれた。この借りはしっかり胸に刻んでおく。別にいいよ、僕にはこうする義務がある。強いて言うならこの全ての起因は僕に関係があると言えなくもないからね。最近先生から何通も教練院に来て研究の手伝いをしろって手紙が届くんだ。教練院に呼ばれるのは初めてじゃないだろ。ああ、でも今回のは少し変だ。手紙の筆跡や文体は極力似せてあるみたいだけど細部がおかしい。先生は時々手紙の裏に黒い点をいくつか打って送ってきてたんだ。点が一つなら手紙を書いた時は晴れていて、三つなら雨って意味だ。これは長年続いてきたものだけど、最近来る手紙にはこういう記号が一切ない。何か起こったのかもしれないと思ってね。ああ、ずっとガンダルバー村にいるお前より教練院にいる俺がこの件を調べた方がいい、そう思ったんだろ。そういうこと。身の安全を確保しながら情報を探ってみてほしいんだ。芳しくない状況だった時はすぐに撤退してよね。分かった。だがことはそう簡単なことじゃないと思う。教練員は近頃大きな計画を練ってるみたいだ。まだ内情は把握していないが、もしかするとお前の先生も関わってるかもしれない。もし上の方々が人には話せない秘密を抱えてるなら、調査し始めると抜け出すのが非常に難しくなる。もし収束がつかない事態になったら俺は教練院を離れるよ。俺が長い間教練院からいなくなればそれが合図だ。うん、そうしよう。じゃあ僕はいつでも対応できるようガンダルバー村にいる。もし本当にそういう状況になったらお前は警戒しろ。教練院から来るあらゆる情報と要求にな。それにしても大マハマトラの君がそんなことを言うなんて思いもしなかったな。教練院への忠誠は賢者の言いなりになることじゃない。俺は自分が何をしているのかよく分かっている。お前こそ卒業生のくせに教練院を疑り深い目で見てるんだな。先生は誠実でまっすぐで悪いことに耐えられない人なんだ。職場で苦労しないかって学生の時は心配だったよ。ちょっと遅くはあったけど、まあ予想通りかな。そうだったのか。あんたらは最初から教練員の異変に気づいてたんだな。これはセノが事件に巻き込まれた理由でもあるのかもしれない。だったら僕も約束通り君たちを助けなくちゃね。そうだ、この後セノに会うなら伝えてくれる？自分の見たこと聞いたことを信じるってね。今のあいつにはこの言葉が必要だと思うよ。おう、チャンスがあれば言っておくぞ。あ、次はあいつを探さないとな。あ、そうだ、もう一つ聞くが、博士はここを立つときどの道を行った？あっちだよ。よし、ありがとうな。それじゃ先に行くぞ。ティナリの話じゃ博士はスメールを離れるつもりみたいだけど、これの真偽を確かめたいな。それに全てを片付けるっていうのは何を指してるんだ？
こういう人物には注意を払っておいて損はない。念のためこっから追いかけよう。でもどこに行ったかもわからないのにどう追いかけるんだよ。傭兵には傭兵のやり方がある。私は道沿いの手がかりを探すから、あんたらはついてこい。あの執行官、どれだけ用心深いつもりでもバッチリ痕跡が残ってるぜ。それか花から痕跡を消すつもりがなかったのか。これも奴の傲慢さらしいな。ああ、方向は合ってる。痕跡は新しいが、近くに人はいないみたいだな。どうやら本当に急いでたらしい。ほぼ、私の予想通りだな。ここまででいい。博士の動きはほとんど突き止めた。ここから南に行くとオルモス港が見えてくる。奴らはそこに行く気なんだ。港？あ、船に乗るつもりなのか？そうだ。私たちもオルモス港に向かおう。